どうも、マグニーです。皆さんね、SNS で使ってらっしゃいますよね。Facebook、Twitter、まあその辺なんですけれども、特にね、最近はね、友達とのやりとりであったりとかにですね、よく使う Facebook のメッセンジャー、ね。iPhone のアプリであれば、これですけど、このメッセンジャーのアプリね、これあるんですけれども、まあデスクトップ、まあパソコンでなんか作業してる時にですね、iPhone 立ち上げるっていうとこう、要するに、ここでね、こう作業してるのに、取りに行かないとダメだっていうね、こう手間。嫌ですよね。やはり、効率的にやりたい。そこで、まあいろんなね、Mac でも、まあ Windows であるかわかんないですけれども、メッセンジャーに対応したメッセージアプリっていうのがあるらしいんですけどね。まあ Mac にももともと存在するのはするんです。私が、至った答えは、こちらだったんですね。はい、こちらね。一応今サファリ開いてるんですが、もうほとんど、モザイクかけるとこしかない感じにはなってるんですけど、本当に、もうそのままの、レイアウトというかデザインなんですよ。メッセンジャーの。これはですね、メッセンジャー .com というね、ウェブサイトなんですね。Facebook が要するに運営しているメッセンジャーのサイトです。Facebook 上でのやり取りも当然できるんだけれども、そのメッセンジャーだけが、ウェブページになっているというようなものです。これをですね、ブックマークしておくことによって、いつでも、メッセージを確認し、ここでね、返信することも当然可能でございます。なのでね、かなり便利だと思うんですよね。はい。今ちょっとある方とのやりとりがあるんですけれども、当然モザイクはかけておりますが、ここで返信しようと思うと、ここでね、ここね、はい、ここね、映ってるところでここでね、了解です。了解です。お待ちしております。シフトしながら開業、ありがとうございました。はい、これで、こっち側に一応ボタンがあるのかな？センドボタンみたいなのが。あ、特にないな。これ多分エンターキーだけでいく感じですね。エンターキー。いきますよ。エンター。はい、ご覧ください。ね。ここに出ております。了解です。お待ちしておりました。ありがとうございました。はい、このようにですね、ウェブページ、サファリを使うことによって、簡単に、メッセンジャーを使うことができるというね。こちらね、メッセンジャーのウェブページでございます。こちらをね、皆様にご紹介したかったということで、結構ですね、まあ、SNS の中でも、こう、なんて言うんでしょう、Facebook っていうのは、こう、真面目なやりとりって言うとおかしいですけども、ちゃんとしたやりとり、結構やる場所になってるんですよね。まあ、Twitter の DM とかよりもなんて言うんでしょうか、こう、もっと、しっかりして硬いっていうかですね、Facebook に関してはこう、メッセンジャーに関してはこう、独立してる感じがあるから、なんか使いやすい。で、アプリもそれ一つで独立しちゃってますからね、今になると。そこでこれ Web も独立させたっていうことなんだと思うんですけどね。まあ他にもこう、メッセンジャーで使えるものを大体使えます。例えば、いいね押してみたりとか、こう顔文字を入れてみたりとか、これかスタンプ、ほら、スタンプも使えますね。これ Facebook でよく見るやつですね。もちろん、写真もね、入れることができるみたいですよ。これ写真マークを押すとね、こうやって出てきますから、ここからですね、自分のね、好きなものを入れて、送信することも可能だということでございます。はい、さらにですね、やはりね、画面が広いということもあって、で、こちらに今、やりとりしている、過去のこう、スレッドが見れるわけなんですが、で、こう真ん中でやりとりね。で、一番、右側のところに行くと、その、やりとりしてる相手のプロフィール、Facebook のプロフィールのリンク、そしてその方から、の通知をなくす、入れるっていうところとかですね、そして、これ一番左にこの、設定ボタンがあるんですけど、ここでね、まあいろいろあるんですが、これ設定ってところに行くと、こう真ん中出てきましたね。ノーティフィクションズ。ターンをデスクトップに、ちゃんと通知を出すのかどうかっていうところなんですけど、これをクリックするとですね、はい、通知センターに通知させようとしていますってことで、これを許可する。カメラのね、電池がなくなってしまったんで、ちょっとあれなんですけども、電池がなくなってる間に、通知をね、許可しないってやってしまうと、なんかこんな感じになってしまいましたが、許可するとちゃんとね、デスクトップで、通知が来るようになるということでございますね。で、ブロッキングっていうのがあるんです。こちらはね、Facebook でやってくれってことなんで、ここは置いておきましょう。はい。まあこんな感じのことができるのが、ウェブ版のメッセンジャーでございますね。Facebook でのやりとりが多くて、まあパソコンも使ってらっしゃる方は、ぜひ、このウェブ版のメッセンジャー使ってみてはいかがでしょうかということで、ご紹介させていただきました。ありがとうございました。メッセンジャーに対応したアプリっていろんなものをダウンロードしてやってたんですけれども、諦めてなんですよね。諦めて iPhone でずっとやりとりするようにしてました。けど、これができてからはですね、iPhone でやらずにパソコンで返信できるように、やりとりできるようになりました。これは本当に良かったでございますね。いや、もうやっぱりね、Facebook はもう今やもう当たり前のものですから、いろんな活動をしていく上でね、Facebook のアカウントにはちゃんと自分のプロフィール、本名、やってること等をですね、どんどん載せて、投稿してですね、いろんな方との、セッションっておかしいですけどね、こう、つながりを持って、自分の横のつながりを広めていくことをね、Facebook でやるのがね、やっぱりもう、主流でございますからね。というわけで、Facebook メッセンジャー Web 版のご紹介でございました。Web 版のリンク、下に概要欄の方に貼ってますから、そちらからアクセスしてみて、使ってみてください。以上、じゃあね。いかがでございましたでしょうか。このようにですね、もうほぼ毎日私がね、このように iPhone の最新情報をお届けいたしますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日ね、ご紹介しましたもの、すべて下の概要欄でアクセスできるようになっております。PC の方は下のもっと見る奥に、スマホの方は下のタイトルをタップすることでご覧いただけるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。